どうもにさまして、というわけでマーシーがお送りしますバンドリー。さあというわけでね、明日いよいよラスがガルパに追加されるということで始まりますイベント、ミッションライブイベント、レイザー水蓮ミスをあげろ前編でございますね。はい、こちらでいよいよレイザー水蓮がガルパに実装されます。で、今回このイベントストーリーは前編ということで、後編はね8月にね実装になるんですけれども、この前編もバンドストーリー1章の、第25話のうちの第1話から第13話までを、前編としてお送りするということで、おそらく多分アニメ版のストーリーが丸々そのねバンドストーリー一緒になってくるんじゃないかなとは思うんですけれども、ひょっとしたらねアニメでは見られなかったシーンがこのガルパで見れるかもしれないということで、結構ね期待はしております。すでに星音メンバーもね発表されております。前編は星音がチュチュとロックで登場しまして、星さんにはレイヤ、マスキング、パレオが実装ということで、おそらくまあ誰か一人がガチャで出てきて、残りの二人がイベント報酬になってくるのかなというところで、結構熱いイベントなんですよね。イベント報酬で星さんメンバー二人ももらえて、さらにねストーリーも13話までありますから、本当にスターもたくさんもらえるということで、結構熱いイベントになってきます。で、まあ、ガチャね、せっかくねこのラスのイベント楽しみたいという方はやっぱりねもうね無料ガチャが実装されますからね、これね結構熱いですよ。もうだからこれを引けば、まあ、運が良ければ星4メンバーも出ますし、最悪この時点でラスのメンバー全員集合させてイベント楽しむことができますんで、もうこれはもう課金税も無課金税も関係なくね、はい、さらに楽しめますよと。しかもイベントボーナスの情報修正がかかるんですよ。それがこちらですね。キャラクターボーナス 20% がですね、このイベントに限っては 50% に情報修正されますよという、まあこれ本当にとんでもないことなんですけれどもね。まあ簡単に言えばですよ、皆さんもう普通に無料ガチャでラスを引いて、そのラスを使って、イベントを楽しんでくださいねということです。とにかくラスのメンバーを使うことでもういいことがたくさんありますよということなので、皆さんねもうフラットな状態で遠慮なくラスのメンバーをこのイベントで使えばいいのかなと思います。で、このラスが追加されることによってエリアアイテムのねレベル上げとか、あとバンドレベルのレベル上げとかね、さらにハイスコアレーティングでもラスの部門が出ますので、そのラスのハイスコアレーティングの更新とか結構ね、世話しなくやることが多くなりますので、まあとにかく明日ガルパにね新たな、メンバーが登場するというね記念すべき日でございますのでね、皆さんで一緒にね楽しんでいければなと思います。ガチャはね今回工場でございますので、まああんまり引かないかなと思うんですけれども、でもやっぱりラスが追加されますからね、最低でも100年かな。いやー、イブちゃんとうとう明日ガルパにねラスのメンバーが追加するということで、新しい仲間が増えるんだイブちゃん、どう思いますか？なるほど、どんなことがあっても修行は欠かさない、さすが我がお師匠でございます。